それでは表題のタイトルについて自然言語処理研究者の勝田が発表したしいたします。まずイントロダクションで、今回、ニューラルマシントランスレーションのシステムに、単一言語データを使用する方法として、関連研究としては、純粋にワードエンベディングを作るといったことや、その単言語のデータから、教師なしで、翻訳辞書を、学習するような手法というのが、このニューラルマシントランスレーションでブルーを向上させるような手法として、知られているということで、それがなぜというかどのタイミングので性能が向上しているのかとかを明確にしてないので、今回はその調査を行うというような内容です。で、今回行う5つの手法評価として、これらを挙げています。実験設定なんですけど、今回は TED からコーパスを作成して、英語とあと言語の似ているペアっていうので3つほど引っ張ってきて、ガリシア、ポルトガルと、トルコ、ベラルーシ、ロシアといったようなペアを取ってきています。でそれで、それぞれのデータセットというのはこのような、規模で、少ないものと大きいもので偏りを持たせたりして、この言語を選んでいます。ではまず、その他、モデルの設定としては、アテンション付きのビームサイ1号など、そのスタンダードな、近年でいうスタンダードなニューラルマシントランスレーションのモデルを使って、ワードエンベディングも Wiki からファストテキストを使って学習したようなものを使っています。でまず最初に、ワードエンベディングの有用性というのは純粋にあるなしで、ランダムに STD というのがランダムに初期化されたやつと、プリトインされたものを使ったものの精度の違いというので、やはりという、ソース側というのがかなり重要になっている。ソース側のプリトインされたワードエンベディングがあるとやっぱりスコアが大きく向上するというので、何かしらの符号が有利になるようなことがワードエンベディングにあるのだろうということが示されています。で次にそのデータ規模にサイズでの検証なんですけど、これが制限するっていうので、トレーニングを純粋に8分の1、4分の1、2分の1で、分割して、それを制限して環境を作って検証しています。っていうので、今回、このデータ下の、2つの図でなんですけど、純粋にデータが多いと、ブルーは上がるんですけど、言語によっては、0.34分の1 0.25 あたりで、急にゲインが上昇率が上がるというような部分があったりで、何かしらある程度の規模があると、それでその言語の特徴というのをうまく学習して、ブルーも、言語によっては一気に上がることがあるだろうみたいな、そんなことを述べています。で言語のシミュラリティで、言語、仮説として純粋に言語が近ければその分学習も有利で、ブルースコアとかも上がるんじゃないかっていうようなものがを調査した結果としては、その仮説通り言語が類似するほど、ブルーは高くなる、精度が良くなるようなっていうような結果を今回のこのものから得られています。で今回はそのデータ規模というので、さっきも多少変わるみたいなことがあったので、全部のペアに対して全部4000分でというふうにもデータサイズは定義して実験を行っています。で4つ目に、その言語間でのワードエンベディングを一つのベクトル空間にしてしまった方がいいんじゃないかみたいなのを今回4つ目では検証してるんですけど、デコーダーとエンコーダー側のベクトルを共有するっていうのは、この研究としてこのデータからはそんな有用ではなかったっていうふうな結果になっています。そして最後に、エンコーダーに対して複数の言語を共有して学習させた場合っていうので、低リソースと高リソースのものを2つのペアを両方学習させて、低リソースの言語だけを今回はテストとして使っています。で、ペアに関しては類似度ごとに、高いものと低いものも用意した3つのペアでまた学習して、
まあ、概ね一緒に混ぜて学習する場合は類似度が高い方が精度が高いというの、まあ、上の方の GL プラス PT のやつがまあ一番、この共有した場合とかでも高くなっていると。でさっきの Q4 とはまた違って、まあ、今回の場合はまあ、ベクトルっていうのは共有した方が精度は上がるみたいな方な結果にはなっていて、まあ、さっきのやつとの違いというのは今回はエンコーダーに複数の言語を、まあ、渡すというような形になるんですけど、その時にやっぱりある程度言語をついで、まあ、意味が類似するやつっていうのは、まあ、ベクトル的には近い方がエンコーダーに一緒に通す分には学習が良くなるだろうと、まあ逆、まあ、エンコーダーデコーダーで分ける場合にはそこまで影響はなかったっていうので、まあ、今回はその、まあ、エンコーダーで共有する場合にはベクトルは、まあ一つのベクトル空間に落とした方が良くなるっていうのと、まあ、そこまでベクトル、あ、じゃない、言語での類似性がないもの同士を含めてもあまりその精度には向上しなかったっていうのが、まあ、Q5 から述べられています。でまあ、その他結果からの、まあ、解説なんですけど、まあ、こう分散表現から、まあ、そういうレアな語彙っていうのを補足したり、まあ、文法的な整形を、まあ、手助けするような効果があるということが、まあ、なんか結果から分かったそうです。とあとはまあこう、まあ、N グラムの頻度で文を作るときに、まあ、いい文章を選ぶときの N グラムの頻度としてもなんかまあまあ、いい感じに、ね、プリトレインしてるとなんかそれっぽい単語っていうのはなんか上位には来て、やはりランダムとかにすると、まあ、テキスト中の高頻度のものをただ上に上げて、たまたまなんかまあいい感じの文章ができたとかそういうことになるようなケースが多かったというような感じに述べています。であとはフリーケに、あ、じゃない、F メジャーです。で、まあ、その頻度、出現する頻度ごとに、まあ、横軸を取って、まあ、どれぐらい単語の予測みたいなのができているかみたいなものを評価すると、まあ、低頻度のものほどやはりプレトリエンドの恩恵というのは結構得られるというのが、まあ、大体ここら辺のものから、まあ、見られるというのが分かったみたいです。ということで、まあ、今回その分散表現についてのいろいろな評価をしたという論文でした。はい、以上で終わります。